にちは、早川由紀です。石田衣良、恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第55回です。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、こんな質問です。他人や知人と接する中で気遣いしない方法ってありますか？私は26歳の独身の男です。家族以外の人と長時間接すると気遣いしてしまいます。単独行動、一人行動じゃないから生活のリズムがちょっと狂うとか、言動などに気を使うとか、いろんな要素が合わさって気疲れしているなって思います。例えば久しぶりに高校の異性のクラスメートに会うというだけで、どう接すればいいんだろうと考えすぎて気遅れしてしまうほどです。家族以外の人と長時間接しても気疲れしない方法ってありますか？何かコツとかあったら教えてほしいです。これどうなんだろうね。26歳でさ、多分仕事してるよね。でしょうね。なんかちょっと幼くない？子供すぎるというか、で例として挙げられているのが、はい、高校のクラスメートの女の子と会うとすごく疲れるっていうのがあるんだけど、僕この人正直言って厳しいこと言いますけど、自己愛が強すぎる、自分がどう見えているか、特に異性にどう見られているかみたいなことをずっと緊張して考えてるんで疲れるだけで、正直言ってあなたがこう一生懸命頑張っても魅力は変わらないです。だから家族の人といる時みたいにだらーんとくつろいでいる方が、相手はこの人は面白いねと思ってもらえるもんなんだよね。なのでちょっとあれをやめたらいいんじゃない？立派な人に見せようとか、かっこよく見せようとか、もうそれが強すぎると思いますね。個人的にはこの高校の異性やクラスメートに会うというだけで考えすぎてってあるけど、なんかちょっとドキドキして楽しそうですけどね。だからどうなんだろうね。なんかちゃんと意識して付き合いたいっていうんであればそれなりに考えればいいんだけど、多分本当に会うだけで特にその可愛い子じゃなくても考えちゃうんだろうね。気が利くとか空気を読む人なのかもしれないけど、でもどうなんですかね。ちょっとね、細かいこと分かんないんであれですけど、社会人にしてもまだ多分3年とかぐらいでしょうから、今までね、大学生とかで僕なんかもそうでしたけど、やっぱり好きな人だけと、暮らすみたいなのができたから、やっぱりこれは誰しもが多少はあるんじゃないかな。いや、誰でも本当にあることだと思うんだけど、それで気疲れすることをマイナスだと思わない方がいいよね。だって運動をしてさ、筋肉をつけていく時って筋肉痛になるじゃないですか。なりますね。こういう社会に出て人と接する時も対人の筋肉症があるんですよ。なるほど。なのでずっとこれからも疲れるけど、それがだんだんと大丈夫になって、例えば異性と会う時でもそんなに負荷にならなくなってくるように、これから4、5年でなるから、30歳になってまだ同じことを言ってたら、ちょっと僕大丈夫でしょうかっていうのでカウンセラーに行ってください。でも今はまだ26だから大丈夫です。じゃあそういう意味では大丈夫だし、多少気疲れはあるけど、それも飲み込んで、それと高校のクラスの女の子はあなたのこと何とも思ってないですからね。あなたのことを素敵だとかかっこいいとか付き合いたいとか全く思わずにただ会うだけなので、その時に頑張りすぎない方がいいんじゃないかな。本当に気づかれる原因は自分をよく見せたい、本当は自分はもっと素敵で素晴らしい人間なんだと人に見せつけたいというあなたの悪い欲望が生んでますからね。だからそこをぜひ考えてほしいですね。俺ってなんだかんだ言いながらナルシストなんだなという思った方がいいんじゃない？そのくらいでもう力抜くとね、逆にうまくいくかもしれない、ね。そうそう。だってつまんないもんね。緊張してたら話もぎくしゃくするし。いつもの最低の自分を見せるぐらいのことができるようになったら社会でも強いですよ。最低の自分ということで、ぜひ生かしていきましょう。はい。石田衣良、恋と仕事と社会の Q&A は引き続き皆様からの質問を募集しております。ご質問は石田衣良公式サイトの方からお寄せください。また当方向の石田衣良オンラインサロンの方も引き続き運営しています。メンバー募集再開時には優先的にご案内させていただきますので、ご興味がある方は夜間飛行さんのサイトからお問い合わせいただければと思います。今日は第55回をお届けしました。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。